んにちは、しょーい。どうも、山ももです。ここはどこだと思っている皆さん、廊下です。我が家の廊下です。はい、もうタイトルにもありますように、本日はクローゼットの中身をご紹介していきます。髪の毛ピヨンってなってるの嫌なの？なんかめっちゃ撮るの難しいな、このアングル。はい、そう、こっちとこっちにね、クローゼットがあるわけなんです。あ、今日のワンピースはグレールでーす。でこっちがね、よく使うお洋服とかをね、入れているクローゼットでございますので、まずはこちらからご紹介していきます。オープン。はい、カバンたちをここに入れておりまして、ここはなんかちょっとした小物とかを入れているところです。お洋服をここに入れてます。まあ基本的に夏物とかを今ここに入れてるんやけど、まあ、ちょっとね、春とか着てたワンピースとかもこっちに入れてます。サンタさんの衣装とか、学ランとか、ハリーポッターとか白衣とかなんかコスプレグッズを入れております。あとロンティーとかもね、ここに引っ掛けてます。基本的に私が好きなブランドって、まあ、結構プチプラのものが多いんやけど、ジーユー、グレイル、まあ、ダブルクローゼット、ローリーズファームとかね、アシマムラ、アベイルとか、アプレジュールとか、そういうお洋服が多いです。でちょっと私のお気に入りをね、今日はご紹介いたします。まずこちら、はい、クティールのなんか愉快なフラミンゴ柄シャツです。可愛くない？あー可愛い。これめちゃめちゃお気に入りで、この前買ったアロハシャツ古着屋さんで買ったアロハシャツなんやけどね、めちゃめちゃ可愛い。このね、なんかパーンって映える黄色がめちゃめちゃ良きです。可愛い、お気に入りなんよね。では結構私が着ているこちらのワンピース、ダブルクローゼットですね。はい、これね、ドットかと思いきやハート柄のワンピースなんよ。めっちゃ可愛い。で下がね、こうやってちょっとプリーツになってんのよね。バリ可愛い。こちらはいただいたワンピースでーす。キャー。あ、これもめちゃめちゃ可愛いけど、今年まだ着てないや。沖縄で買ったパイナップル柄のアロハシャツでーす。可愛い。でこれも GU のワンピース、お気に入り。ちょっとなんかクリーム色というか、きなりっぽい感じのね、ワンピースなんやけど、ほんまにめちゃめちゃ着回し効く。でこちら、まあ解禁シャツがほんと流行ってると思うんやけど、結構ね、丈感の短いグレールで購入した解禁シャツでございます。こういうシャツが好きですね。はい、まあこれもお気に入りのね、グリーンパークスや。これグリーンパークスで買ったやつです。グリーンパークスで買ったけど、なんかここのロゴ違うの入ってる。まあこの辺のね、あのお洋服情報はウェアというところにね、ブランドとか載せつつ、コーディネート載せてるので、ぜひぜひチェックしてみてください。まあお洋服こんな感じで、はい、カバンとかもね、ここに置きます。お気に入りのオリーブで、オリーブで買ったこのちょっとランドセルのようなバッグ、このカゴバッグとかもグレールでね、なんかめちゃめちゃ安くなってた買ったやつ、アベールで買ったコンバースのねウエストポーチとか、こうやってね、斜め掛けで掛けるのかわいいよねでこちらの斜め掛けトートバッグみたいな、お気に入り。これなんかアウトレットのね、チャオパニックで買いました。こういうワンピースとかにもね、相性抜群なんよね。はい、こんな感じ。めっちゃ可愛くない？あ、かわいいよ。お友達がね、韓国でこのラブイズギビングってところに行った時に、なんかいっぱい買ったらついてきたって言ってもらったトートバッグみたいなやつ、なんかなんていうのね、エコバッグみたいな感じ。これもね、めっちゃ可愛いよ。なんか使ってる、めっちゃ愛用してる。これどこやったかな、これもアウトレットで買ったんよね。オリーブでオリーブやったかな。これもなんか1000円ぐらいになっとってね、やっぱ斜め掛け、うん、好きですわ。可愛い。でこれめっちゃ可愛くない？これもオリーブでオリーブで買った気がする。なんかこのクリアバッグな感じがね、ちょっと可愛いし、めちゃめちゃ大容量で入るのでね、いいよね。これおすすめ。こんな感じとね、下の方とかはもうかなりぐちゃぐちゃなんやけど、こうやってね、スーツケースとかを入れてます。で、IKEA のこれ可愛すぎて買っちゃった。まあそんな感じですね、こちらのクローゼットは。で、ほんとね、お洋服とかバッグとか一個一個どこのブランドですって紹介してたら、どえらいことになってしまうので、ちょっとね、またウェアをね見てください。はい、
こちらのクローゼットの中、はい、もう早速こちらにね祭りの発表入れております。こっちも結構ねなんか衣装っぽいやつとかスーツとかね入ってます。でこっちは結構ねあの長袖とかアウターとか冬物を入れております。これ去年めっちゃ着てたやつ、私がアナップで買った、バリ可愛いよね、こんな真っ赤っかのボアコート、バリ可愛い。でこれも私がめちゃめちゃ去年着てたボアコート、メリージェニーのねボアコートなんやけど、なんとメルカリでね買ったので3000円でした。めっちゃ可愛いボアのロングコート、これもお気に入りなよね、チェスターコートみたいなやつ。はい、セブンデイズサンデーでねセールでね、これなんか1000円、1900円とかで買ったんよね、やばくない？え、ユニクロのねこういうパーカーとか入ってたり、おじいちゃんの古着のシャツめっちゃ可愛いこれ。でですね、ここは結構ぐちゃぐちゃしとる。え、ここにねマフラーとかを入れているコーナーですね、はい、手袋あのベッドカバーとかもめっちゃ適当に入れてるから、あっこにで去年めちゃめちゃ着てた GU のパジャマで、ここにリュック系とかを入れて、これ就活バッグとかもねまだ置いてます。ちょっとこれもここやね、このマフラーもここなんよ。はい、ちょっとね冬系のものを入れてるゾーンです。でね、我が家無駄に枕があるんよね。でスーツケースもう一個ここに入れてます。これねペロンってなってんの何かと言いますと、つなぎですね。なんか作業するときいいかなと思って、つなぎですね。まだ動画では登場してないけど、でこんな感じでクリアボックスね入れておりまして、この中には冬物の、まあ、ニットとかパーカーとか普段使わないようななんかスポーツウェアとかを入れております。はい、こんな感じですね、ぐちゃぐちゃというわけで2019年夏の私のクローゼットの中身紹介でした。今日も見ていただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram のフォローもよろしく。それじゃあみんなまた明日、バイバーイ。